ジャカだと？ああ、ギャングのやつがそうほざいた。ハルカは今横浜にいる。だとしたらここで準備する必要があるな。ジャカのことだ。何が待ち受けてるかわからない。Yeah, those dudes look kind of crazy. 準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜に向かうぞ。あまり無茶すんなよ。もし俺が刑事になってなかったら何をしてたんだろうな。執念深い伊達さんなら何だってできるだろう。新聞記者なんて向いてるんじゃないのか。新聞記者？勘弁してくれ。お前だって意外な仕事が向いてたりするんじゃないのか。おっと。Oops. Anyway, I'm not gonna walk around this city. Let's just go to Yokohama. Yokohama へ向かう準備はできたのか? Yeah. そうだね。わかった。それじゃあ、Yokohama へ向かうぞ。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おお、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30? じゃあ島野さんは70ってことですか。いや、うちは50や。なら残りの20億は。おお、来たか。なら紹介するわ。これが五代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで、年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。I have no idea what these guys are talking about. What are they getting? People? ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。大丈夫だ、キリュウ。ペンダントはともかく、連中がハルカを同行する理由はねえはずだ。伊達さん。ハルカは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に飛んできた。9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ、ハルカが俺から離れようとしたって聞いた時、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で自分のしたことを信じてた時の気持ちを今思えば、俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、ハルカはあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。命を張ってやろう。こいつがあのジャカのアジト。そうだ。伊達さんは例のハルカの捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか。悪いが今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かったよ。すまない。死ぬなよ、キリュウ。
お客様、お一人様でしょうか。ラオカーロンに伝えろ。キリュウカズマが会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。あの、お客様。Damn! Damn, Kiryu. Chinese guys got the heavy weapons. Yeah, it's looking like a 1980s kung fu movie in here now.They got the broadswords. Yeah, I'm gonna keep that.I feel like I should use these. Man, these guys are tough.Classic Chinese. They just keep coming out of the woodworks. Every time you beat them up. Endless. Here comes the bow staff master and kitchen hatchet guy. Is he throwing it at me?This restaurant out pretty quickly. Did I not pick up the juice?
expensive urn. What am I supposed to be doing? Ah, here we go. The kid. Oh, I wasn't ready. Come on now. Why can't I can't do anything? I want to go get that pig head over there. This looks crazy. Yeah, I know, right? I'd rather have those Chinese broadswords. There we go. Soro soro kuru to omotteta yo. Kiryu Kazuma. 12 nen buri ka. Rao Karo. Nan de omae made? Shimano san ni tanomarete ne. Nakanaka dekai bizinesu da.俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億を。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島のにしてもそうだ。日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ。錦山にね、ドケチな島のには売れんよ。だったらもうその子には用はないだろう。逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がる。 Sounds like something dubious. Wow.He's got the Guan Di sword.
General Quan. マフィアの怖さを思い知らせてやる。お前は処分する。I have a feeling this is going to be an annoying fight.Yeah, he does. I think I have to start with shooting him. Yeah, Guan Yu. I said Guan Di. Yeah, Guan Yu. Whoa, I wasn't ready. Ouch. All right, can't even get to him. It's fucking me up.Wow, what happened there? Making me look like a chump in front of Haruka. What?Oh, now he's doing the Wing Chun on me. Hit me with the Bagua fist.
Hanasei! I think I'm gonna have to finish him off with beast mode in the vase. Yeah, that last hit. He's almost dead. Finish him off with the rush. Division 1. 誘拐の現行犯として逮捕する。 So that was the trap. なんで誘拐になるんだ、須藤。お前だって見たろ。あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ、伊達さん。何？
何があろうと桐生の釈放はありません。伊達さん、だから言ったじゃないですか、手を引けって。では。 What was that 壁ドン。That guy needs to get punched in the face. Haruka. Haruka. Oji-san. Omae. Gomen ne, Oji-san. Konna koto ni natchatte. Watashi, hontou wa Oji-san to issho ni itakatta.だけど、これ以上おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。You know, Date is gonna let him out. こんなことしたらやばいだろうな。だがもう遅い。逃げるぞ、キリュウ。It's like all men are brothers, Suikoden. やっちまったか。すまない、ダデさん。ま、どちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それよりこの事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ。これ、覚えてるか。遥をスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA ミニストリーインテリジェンスエージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。ミニストリーインテリジェンスエージェンシー。要人の護衛責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥かとどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。遥かには100億以外の価値があると。100億以外の。ああ、どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え、鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ。そうだ、まだどっかで生きてるってことだな。あ、はるか、俺はユミオ、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。